先生、癌と糖質の関係これはどういうことなんでしょうか。えっとまずですね、糖質を取りすぎると酸化ストレスが跳ね上がるんです。はい、そして酸化ストレスが跳ね上がった状態だと癌が増えてしまうということなんですね。うん、ですから例えば糖尿病の患者さんは、うん、癌になる確率が2倍から4倍に上がるんですね。うんうん、糖質の元になる例えば。 お砂糖ですね、はい、それと炭水化物、うん、ええー、まあご飯麺類というものを食べなければですね、うん、糖尿病にはならないので、うん、一応それの予防はできるということなんです、うん、やっぱりパッと浮かぶのは炭水化物かと思うんですが、はい、これたくさん取りすぎるとどうなりますか、はい、非常にいい例がね、はいえー、香川県産んなんですねははい、はいえー。香川県はですねうどん県 と言って、ま、ね、あ、起こしみたいなやられていてですね。はい、多い方はですね、一日に八杯九杯うどんを食べられるんですね。で、うどんを食べたら、ご飯食べないよねって言うと。いよいよ、あの、ご飯はご飯で食べて、はい、うどんはおかずやからみたいな感覚なんです。<laughs> はいはい、黒いのが血糖値が上がると、血糖値が上がっていくと、当然。血糖値を下げるため、に飲酒率も上がっていくんですね。<ー>飲酒率上がっていくと、血糖値下がっていきます。はい。 血糖値下ががったたらお腹が空いたようなな錯覚になる、はい、それが何回もずっと繰り,返繰り返されるんです、はい、だから一日に8杯9杯のおうどんを食べることができる。うん、ということは糖分がすごい量溜まってくるということになりますね。で,で香川県は人口比率で糖尿病患者が全国ナンバーワンになってしまいました。 ちょっと炭水化物過剰摂取は本当に気をつけけななくちゃいけないですね、えー、逆にがんを防ぐと言われている食品は何がありますかまずこちらにですね、はい、アメリカの国立がん研究所が調べたです、ね、がんが防ぐことができる可能性が高いものというものが 1>,、はい、まあ1軍2軍3軍でね分けられて発表されています。はい、でその中で、えーまあ、あの1軍が一番よろしいのでそれを少しお話をしましょう。 最も癌を防ぐことができる可能性が高いまずはニンニクキャベツから肝臓これはあのポンに使われるね、甘い草って書くんですけどあと大豆、生姜、それからセリカの植物としてニンジンセロリというようなものが挙げられています好きなものたくさんですけど私ニンニク大好きなのでいいですねそうですね一点だけ注意がありまして火が通り過ぎて焦げが出ると 強力な発がん物質になるので、はい、黒く焦げたものは絶対食べないようにしてください。うん、焦がしニンニクとかダメですね。ダメですね。はい、それは要注意ですが、はい、まあここに書いてあるものをおたくさん食べるとガンができるのをですね、はいえー。防ぐ可能性が高いと。うん、じゃあたくさん取りたいと思います。はい。